この金色の物体をちょっとでも驚くに近づけたら絶対に許さないからな。これマジなやつだ。絶対爆発落ちしたいだけだろ。違うのだ。上から勝利の前積めば大変だろ。タブは絶対買わせ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 。ほら余裕だろ。何がお望み通り見せてやるのだ。なんかしました。こんなのってあんまりなのだ。どうせこの動画も同時投稿できてないんでしょ。驚くは悲しいよ。ほんとごめんなさい。ほんとごめんなさい。ほんとごめんなさい。ポケモンフォームの SV 連携が来たぜ。おお、こりゃめでたい。これでみんな好きなポケモンで対戦できるね。現実見ろって。やめたげてよ。今回のホーム解禁で追加されたポケモンの中でも特に注目されているポケモンがいる。それが強いポケモンなのである。対戦初解禁ということもあってその注目度は非常に高く、 YouTuber はこぞって強いポケモンの動画を投稿している。世はまさに大翡翠時代と言っても過言ではない。それは過言だろ。過言だったかもしれない。おいどうすんだ。何が何が何って。うちも翡翠ポケモンの動画あげなきゃダメだろ。一応ポケモン実況者だもんね。ワンからマッチ行きたいんだけど。お前は編集しろって言ってでも何すんの。翡翠ポケモンって証厳選できないし。そうなんだよな。親分色厳選でもやるか。それだけは絶対やんないぞ。私は編集放棄するからな。翡翠地方に恨みでもあんのか。でもあとやることねえよな。カジュアルで普通に対戦してもしょうがねえし。近くにお困りかな。結構俺ヤバいやつだ。いやいや、なんか動画ネタに困ってそうだったから。どうせ何も考えてないんでしょ。おいどうする。嫌な予感しかしないんだが。おどろくさんの企画って割と鬼畜なのよね。撮影長引くし。おどろくさん言っとくけど私マイクラで忙しいんだからね。こと聞かないとワールド爆破するよ。喜んでやりますよ姉さん。この子もリクしたぞ。ゴーンかーいのルール。翡翠ポケモンだけでポケモンバトルをしていくわ。先に2勝した方が勝ちね。え、それだけ。思ったより普通だな。これだけだと確かに普通だよね。だから手持ちのポケモンはドラフトで選んでいくことになったわ。翡翠ポケモンはリアルがパルキアのオリジンフォルムを抜いた17種類から選べるわ。思ったより種類多いのな。この中から6匹を選んでパーティー作る感じね。お互い同時に指名していって好きなポケモンを選んでく感じ。ただしかぶったら抽選をして負けた方は違うポケモンをもう1回指名って感じね。なるほど。で1試合ごとにポケモン交換して戦うわ。手持ち一緒だと絵的にヤバいからね。そういうのは言わなくていいんだよ。説明終わりー。無事にドラフト終わりました。え、ドラフトの様子とかないの。本当はいい感じに編集しようと思ったんだけど気力ないなった。ちゃんとやれや。ってことで霊夢このパーティーで頑張ってね。え、あ、うん、まあそれはいいんだけど。あんたこのパーティーどうやって決めたの。普通に見た目好きなポケモン選んだよ。勝負になんのかこれ。大丈夫、ヤバかったらこれ渡していい感じの試合にしてもらおう。あんたまさかお金積んで乗り切るつもり。いやこれ色しがろこだったわ。その金色の物体をちょっとでも驚くに近づけたら絶対に許さないからな。あ、これマジなやつだ。ちなみに驚くは割とガチめに選んだのだ。ああ、割とこっちがはきついポケモンいるな。ちなみにこれドラフト指名順になってます。あーなるほどねー。え、待って、驚く3第1指名マルマインなの。絶対爆発落ちしたいだけだろ。違うのだ。驚くさんの初手は親分だったサスマハヤト。バサギリか。バサギリは専用技がめちゃめちゃ強いのよな。ステロは厄介だぜ。まあ正直初手だと思ってたんでね。割と強めに出れる翡翠ドレディア選んどいたわ。まあタイプ的にはな。まあでもあいつ一応ツバメ返し覚えるらしいぞ。いや関係ないね。上から勝利の前詰めば大変だろ。タブは絶対買わせ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 絶対。ほら余裕だろ。何が。ドレディアは最速だからね。これ抜かれてるってことはしかあっかな。そんなことないよ。驚くのバサギリガンがレベルマックスだもん。ここパルデアですよ。2回目欲張って積んでみた。勝利の前は詰めれば全抜き性能めちゃめちゃ上がるからな。これはもう余裕なんじゃね。防御も上がってるからね。こだわったわざくらい。何にも効かないのだ。空のテラスタル。テラスタイプは水なのな。何回とあんのか。パーティー的に炎に弱めだったからね。あとガチグマをなんかしても倒したかったから。バサギリはスカーフ確定だからここは確実に倒せるな。これ裏次第だけど本当に3盾狙えるのでは。2匹目はついマルマイン。素早さが高くて専用技が強いってイメージしかないけど今日だけあれば十分なのでは。いやでもこれさぁ、もうずっと上から殴って勝ちでは。まあ助けでもなきゃ止まらんなこれ。やっちゃってくださいよドレディアさん。これで1戦目の勝利はもらったもどうぜ。まあ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 、これでバサギリの分をあいこね。驚くさんはエレキフィールド。なんとかドレディア助かったな。今度こそ頼みますよドレディアさん。さすがに当ててよね当ててよね。まあ張り切りだからね。これ外すわ。2匹目は親分色ヌメルゴン。親分色ヌメルゴンね。いちいち強調すんな。まあ言うてもドレディア倒れただけだしな。まだまだ優勢だぜ。ふふん。マリサさっき言ってたよね。え、待って、驚く3第1指名マルマインなの。絶対爆発落ちしたいだけだろ。お望み通り見せてやるのだ。渾身の大爆発を食らえー。ええ今なんかしました。こんなのあんまりなのだ。この後めちゃめちゃ硬くなったヌメルゴンに攻めあぐねる驚くさん。組技を積んで逆転のチャンスを狙うものよ。両者ないボディプレスの前にオニューラは倒れてしまうのでした。続いて2戦目。2戦目は御三家同士のテラスタル対決となりました。お互いが鋼テラスを切る形となりましたが、元タイプが炎ということもありバックーン側が有利な展開。2戦目は驚くさんの勝利となりました。勝負の行方は3戦目で決まることになります。
え、急にはしょりすぎじゃね。役の都合がね。手持ちが入れ替わりました。わさぎりとラブトロスが来たんか。逆にドレディアとヌメルゴン取られちゃった。むむ、正直ポケモンどころか編集もしないでスプラかマイクラばっかやってるベルさんになら圧勝して終わると思ってたのに思ったより苦戦してしまってるのだ。すごいめちゃめちゃ早口で悪口言われてる。悪口っていうか事実だろこれ。どうせこの動画も同時投稿できてないんでしょ。驚くは悲しいよ。ほんとごめんなさい、ほんとごめんなさい、ほんとごめんなさい。ゲタくんって確かマルマインだよね。先発で出てくんのか。まさかいきなり大爆発はねえよな。もしかしてマルマインの方をご存じない？マルマインは大昔から壁張り型がメジャーなんだぜ。翡翠は知らないのだ。まだランクまで金だしね。ハイパーボイス打ったからゾロアークのはバレちゃったわね。残り体力少しだが、これ影打ちでいけるか。魂の影打ち。マジかー、これやれないかー。それ倒せないマジかー。機嫌悪い時のスプラ中のお前です。ちょっと落ち着いてるわ。マルマインは反動で退場。出てきたのはヌメルゴンか。ゾロアークは倒されちゃうだろうからちょっとでも削っときたいところ。翡翠ゾロアークの特攻はそこそこあるし結構ハイヤ硬すぎ。なんなのこのカタツムリ。この子 HB 特化とかでしょ。ダメでしょ、地味な試合になっちゃうでしょうが。さすが大先輩だー。こっちの2匹目はラブトロス。実は宗教上の理由で通常食ポケモン使えないんだけど今回は仕方ないよね。色違い勢がこじれるとこうなります。そのラブトロス地面技持ってるからね。一旦引いとこうかな。出た、ガチグマ。お前育成するときずっとやべえやべえ言ってたよな。気抜いたらガチグマにぐちゃぐちゃにされるからね。で、いつテラス切ってるが、これ鋼じゃなかったっけ。テラスタル難しすぎだろ。ラブトロスの持ち物はこだわりメガネ。でもダメージはこんなもんか。これ裏大剣気なんだけど引けないよな。ガチグマの火力考えたら受け出しはまあ厳しいよな。ラブトロスはここで倒されちゃうね。最後は大剣気。こいつもこだわりだっけ。この子はエース用ハチマキだね。瀕死のガチグマを消え波で倒し、再びヌメルゴンとの対面となる大剣気。驚くさんはテラスタルを切り最後の対面に備えるのだった。これどんくらい入るかな。あれ意外といけそうでは。意外と火力あるよな。切れ味がいい味出してるよね。あ、でも立てこもったな。ちょっと怪しいか。食べ残しもあるから微妙な気がする。参りました。あ、危なかったのだ。多分乱数だったんじゃない。まあいい勝負した方だろ。さすがに強かったな。驚くだってやるときはやるのだ。いつかリベンジするね。驚くさんの視点が概要欄に貼ってあるからよかったら覗いてみてね。そういえば驚くさん全部親分個体じゃなかった。そうなのだ。驚くはなんてったって親分マスターだからね。レジェンズアルセウスの動画も要チェックだぜ。うちと違って失踪してねえからな。うちは完結したことないからね。いらんなや。対戦もいいけどパルデア図鑑はそろそろ出さないとね。かなり遅くなってはいるが、色図鑑はまだ続ける予定だから気長に待っててほしいのぜ。あの、閉める雰囲気のとこ悪いんだけどちょっといい。どしたの驚くさん。いつになったらまともに投稿時間守ってくれるのだ。いや何してんの。いやもう土下座に飽きたかなと思って土下座してる。いやそんなのいいから次からちゃんと守ってね。投稿守るって。転所します。